鍵タバコの様々なカイアムステルダムにある17世紀の鍵タバコや鍵タバコの種類と成分鍵タバコまたはスナッフはタバコの葉を細かく砕きビク内に吸い込むことで摂取する無塩タバコの一種ビク内のためにすぐにニコチンを摂取できフレーバーの香りが持続する伝統的には 一つまみほどの鍵タバコを手の甲に置いたり、親指と人差し指で挟んだり、特別に作られた器具で挟んだりして、軽く嗅いだり吸い込んだりする。また、その保存容器のことをスナッフボックスと呼ぶ。鍵タバコはアメリカ大陸で生まれ、17世紀にはヨーロッパで一般的に使用されるようになった。 伝統的な鍵タバコの製法は鍵タバコ用のミルを用いて長く複数の工程で構成される。厳選されたタバコの葉を加工や熟成させた後、それぞれのタイプやブランドに合った特性や風味を添加する。通常、香りや風味が付けられており、多くのスナッフには通常、香りや風味が付けられており、多くのブレンドスナッフは、 必要な成熟度に達するまで数ヶ月から数年の特別な保存期間を必要とする。伝統的なフレーバーの代表的なものとして香りや風味をつけない本来の高級鍵タバコとされるタバコの葉をブレンドしたものがある。その後、スパイス系、ピカン系、フルーツ系、フローラル系、メンソール系などの種類が単体やブレンドという形式で登場する。 鍵タバコメーカーは独自のレシピやブレンドを持っており、個々の顧客に合わせた特別な調合もある。また、一般的なフレーバーとして、コーヒー、チョコレート、ボルドー、みつ、バニラ、チェリー、オレンジ、アプリコット、プラム、ショーノー、シナモン、ローズ、スペアミントなどがある。現代的なフレーバーとしては、バーボン、コーラ、ウィスキーなどがある。 ドイツの伝統的なブレンドには、刺激的で、シャープなシュマルツラーブレンドや、ブラジルブレンドがある。鍵タバコには、非常に細かいものから粗いものまで、またトースト状のものから非常に湿ったものまで、様々な質感と湿り気がある。辛口のものは、より細かく惹かれていることが多い。また、ペッシェルのバイスのように、ブドウ糖の粉末やハーブから作られたタバコの葉を、 使わない鍵タバコもある。厳密に言えば、これらは鍵タバコではないが、ニコチンを避けたい人や、強い鍵タバコを調整するための代替品として、用いられる。引いたタバコを買いで摂取するようになったのは、ブラジルの先住民が最初だと言われている。彼らは、ローズウッド製の乳鉢と乳棒を使って、タバコの葉を引き、木の繊細な香りをつけていた。 出来上がった鍵タバコは、風味を保つために、骨製の豪華な瓶や筒に密閉して保存された。ショーアンティル諸島のタイの族やカリブ族の鍵タバコは、1493年のコロンブスの第二回新大陸公開の際に、フランシスコ海のラモンパネ修道士によって、記録されている。 パネ州同士が鍵タバコを持ってスペインに帰国したことがヨーロッパに鍵タバコがもたらされたことを意味している。16世紀初頭最初の製造会社となったスペインの通商員はヨーロッパ発の鍵タバコの製造開発所となったセビリア市に設立され取引を独占した。スペイン人は鍵タバコをポルボまたはラペと呼んでいた。当初は 市内に分散し独立していた製造工場であったが、後に国の管理下に置かれ、サンペドロ協会の向かい側の一箇所に集められた。18世紀半ばには、王立タバコ工場として、城壁の外に大規模で壮大な工業用建物を建設することが決定された。この工場は、ヨーロッパ発の工業用タバコ工場であり、 当初は鍵タバコの生産と競売を行い、また当時のスペインで2番目に大きな建物であった。1561年、ポルトガル・リスボンに赴任していたフランス大使ジャンニコは、著作の中でタバコの薬効を万能薬のように表現し、しつこい頭痛に悩まされていたカトリーヌ・ドメディシスに紹介したとされる。カトリーヌはその薬効に感激し、このタバコを ヘルバ・レジーナと呼ぶことを即座に宣言した。カトリーヌのお墨付きを得たことで、フランス貴族たちの間でも鍵タバコが広まって、行くことになる。1560年には、オランダ人が、タバコを引いて、粉にしたものを、スナッフと名付けて使用していたという。15世紀初頭には鍵タバコは、高価な嗜好品となっていた。1611年、ポカホンタスの夫であるジョン・ロルフが、 スペイン産の甘いタバコを北アメリカに持ち込んだことにより市販の鍵タバコが誕生した。アメリカへの入植者の多くはイギリス式の鍵タバコを完全には受け入れなかったがアメリカの貴族たちは愛用していた。イギリスではロンドン大薬病の後鍵タバコには貴重な薬効があると信じられそれが消費を強力に後押ししたことで人気が高まった。 1650年には、鍵タバコはフランスからイングランド、スコットランド、アイルランドなど、ヨーロッパ全土、そして日本、中国、アフリカなどに広がった。17世紀に入ると鍵タバコの服用に反対する、著名な人物が現れるようになった。教皇ウルバヌス8世は、教会内での使用を禁じ、破った者は破門すると脅した。1643年のロシアでは、 皇帝ミハイル・ロマノフが、タバコの販売を禁止し、鍵タバコを使用した者の花を取り除くという罰を与え、吸い続ける者は処刑すると宣伝した。他の国では根強く残ったものの、フランスでは、ルイ13世が熱心な愛用者であったが、後に、ルイ15世の在位中に、宮廷内での鍵タバコが禁じられた。18世紀になると、鍵タバコは、 上流階級で好まれるタバコ製品となった。イギリスでは、アン王の時代に需要がピークに達した。この時期、イギリスでは、規制のブレンドを独自に生産するようになり、自家製のブレンドが一般的になった。著名な愛用者としては、ウルバヌス8世の禁止令を廃止した法王ベネディクト13世、ジョージ3世の妻で、 ウィンザー城の一室を鍵タバコの保管庫にまでして、スナッフィー・シャーロットの異名を取った、シャーロット王妃、独自のブレンドを持ち在庫を貯め込んでいた、ジョージ四世などが挙げられる。また、ナポレオン、ネルソン提督、ウェリントン公爵、マリー・アントワネット、アレキサンダー・ポープ、サミュエル・ジョンソン、ベンジャミン・ディズ・レーリーなど、数多くの著名人が鍵タバコの愛用者であった。鍵タバコの使用は、 上流層が一般のタバコを吸う、一般庶民区別する方法でもあった。18世紀にイギリスの作家であり、植物学者でもあった、ジョン・ヒルが鍵タバコによって鼻空んが発生すると結論づけている。彼は医者を装い、ポリープ、鼻孔の腫れ、開放型がんの症状を伴うと5つの症例を報告した。しかし、現代において、 鍵タバコとガンとの関係を示す決定的な証拠はないと結論付けられている。ビクトリア朝時代のイギリスではある種の鍵タバコの健康効果や治療効果について奇跡的なスネークオイルのような主張がいくつか出版物に掲載された。例えば、ジェントルーマンというロンドンの週刊誌では視力の衰えた読者に正しいタイプのポルトガルの 鍵タバコを服用するように進めていた。鍵タバコが持つ貴族の贅沢品とのイメージは、1794年に制定されたアメリカ連邦政府発のタバコ税を呼び起こした。2世紀にわたってパイプや鍵タバコを利用してきたにもかかわらず、17世紀半ばになると、来たアメリカの人々は、スナッフボックスやフォーマルさを必要とするヨーロッパの習慣。 特にイギリスの習慣を拒絶するようになった。17世紀後半に入ると、アメリカでは鍵タバコが流行らなくなった。その代わり、ドライタイプの愛用者は、小枝をブラシに使って、鍵タバコをディップし、それを、頬の中に入れて、使うようになった。これが今日に非常に人気のある、ディッピングタバコの先駆けだと見られている。また、紙タバコやディッピングは、 馬車で西に向かって旅をするアメリカ人にとっては便利なものであった。1800年代から1930年代半ばまでは連邦議会の議員のために共同のスナッフボックスが設置されていた。アメリカの鍵タバコにはすべての無煙タバコに共通して高校岸や歯の喪失の可能性を示す警告ラベルが貼られている。これはアメリカのドライスナッフの利用者が ヨーロッパの大多数とは異なり、やはり傾向で使用することにあるという事実を反映しているが、ビクー内で利用するものがいないわけではない。ドライスナッフは、南部やアパラチア地方以外では、容易に入手できないが、その後継品であるディッピングは、アメリカ中で入手でき、より広く消費されている。アフリカの一部地域において、タバコは、アフリカ固有のものではないにもかかわらず、 ヨーロッパの白人よりも先にアフリカの先住民たちに鍵タバコが広く使われていたと主張する者も,もいる。チヌアーチェベの小説シングスフォールアパートではイボ族の村人たちがイギリス人宣教師に出会う前から鍵タバコを常用していたという設定になっている。南アフリカやナイジェリアなどアフリカの一部の国では紙巻きタバコが 主流になってきていることもあり、鍵タバコの使用率は徐々に減ってきているが、年配者には未だ人気がある。2007年にイギリスで喫煙禁止令が出された頃、鍵タバコはある程度の人気を取り戻した。ありがとうございます。